行っちゃったよ。なんでこんなことに。あ、てめえ、今私のケツ触ったな。訴えられたくなきゃ1000万よこせ。今これは俺のケツだから。てかお前ケツかゆいぞ。なんか変な病気でも持ってるんじゃないか。失礼な。今朝トイレでケツ拭くのちょっと忘れただけよ。はあ、やだ。こんな体で生きていくのはやだ。いきなり鮭茶漬けとは邪道すぎある。まず腹ごなしに卵かけご飯、メインに納豆ご飯、最後に鮭茶漬けがセオリーあるよ。考えればわかるね。納豆のネバネバを茶漬けで洗えばお茶碗きれいさっぱりよ。後で洗わなくても済むね。黙って従うね。ここいらじゃランチの作法はそういうことになってるある。そんなことじゃ生き馬の毛を抜く歌舞伎町じゃ生きていけないあるよ。歌舞伎町じゃ毛でいいある。注意しないと全部むしられてつるっぱげになるよ。人見知りって何やるか。そらっち、喋るの苦手やるか。それはいけないね。このカグラちゃんがいろいろ教えてあげるよ。私に任せとくある。名付けてカグラちゃんの日本語講座ね。喋るのが苦手ってことは日本語が苦手ってことね。だから日本語を教えてあげるよ。そうと決まったら電話急ぎある。ちっちゃいことにこだわってちゃダメね。とにかくそらっち行くあるよ。つべこべ言わずについてくるある。というわけでかぐらちゃんの明るい日本語講座ある。どどんパフパフ。そらっちノリ悪いね。もっと盛り上がれよ。心配しなくても大丈夫ある。この講座を受ければ日本語バッチリ上手くなるね。人と喋るのも簡単よ。じゃあまずは実力がどれぐらいかを見るためにテストするある。問題。何かが上手い人でも時々は失敗するってことをことわざで言えば何やるか。うむ、正解ね。そらっち日本語できるみたいあるね。
だけど、よろずやメンバーになったからにはボケてなんぼ。ボケてこそ一人前。ボケない豚はただの豚ある。よりハイクオリティなボケを目指し、日本語講座を受けるある。それじゃルールを説明するよ。一文字ずつバラバラになってる単語を時間内に素早く並び替えるゲームある。それじゃあ行くあるよ。よーい、ドン。文字を並べ替えて言葉を作らる。用意は言いやるか。それじゃ始めるある。問題ある。点でダメある。もう一度日本語を覚え直すある。今日はここまである。全然ダメある。もう一度挑戦するね。文字を並べ替えて言葉を作らる。用意は言いやるか。それじゃ始めるある。問題ある。なかなかやるあるね。次行くある。正解ある。問題ある。精進するよろし。今日はここまである。いい感じね。これでソラチも胸を張って歌舞伎町で生きていけるよ。もちろんよ。神楽ちゃんが言うんだから間違いないね。その調子でいろんな人にどんどんボケて突っ込むといいある。
ういう固いこと言ってると歌舞伎町で生き残れないよ。もう3回も階段落ちしてんのに戻らねえ。俺もしかしてずっとこんな猫耳のままなのか。しかもおかっぱ頭の。そうだな、もうこの際だ、諦めっか。私もこんなおっさんになるの不本意だけど、まあこの体だったら毎日遊んで暮らしてても誰からも文句言われないしね。ちょ、ダメ、諦めちゃダメ。もう一回やろう、もう一回。ふん、なんかやったって同じこと。おめえには才能がねえんだよ、諦めな。そんなコーチ、もう一回だけお願いします。仕方ねえな。て、どうしてそんなに強気？上から目線？意味わかんない。じゃあこれ最後の1回な、いくぞ。うわあ！うわあ！このようにこの博覧会最大の目玉である魂の絵筆の前には連日見物客の山ができてます。書いたことが現実になると言われているこの絵筆、少しでもご利益を得ようと集まっているのか、人の浅ましさであふれかえっております。つうか私にもご利益よくせえ。マジでか、すごいよ、これ見てみろ。ある、変えたことが本当になるんだってさ。きっと夢も希望も書きたい放題よ。7つ集める黄色い玉よりすげえよ。これって今やってる大江戸万世博覧会だよね。魂の絵筆か。書いたことが本当になるってことは、それってやっぱり夢が叶ったりしちゃうってことなのかな。当然ある。毎食山盛りのご飯に鮭茶漬けも夢じゃない。ある、ひょっとしたらご信仰もついてくるかもしれないね。何くだらねえこと言ってんだ。それよりドラマの再放送はどうした。たっくん、毎日毎日同じ特番ばかり流しやがって。お線香の CM か、この野郎。公共の電波は万博の宣伝場所じゃないんだよ。銀さんは興味ないんですか。俺の夢はそんなもんで叶えられるほどちっぽけなもんじゃねえんだよ。男の夢っつうのはな、そんなにホイホイ叶えられねえようなでかいもんだからいいんじゃねえか。でもそのくるくるの電波がサラッサラになるかもしれないよ。マジでか。好きな髪型も思いのまま、雨の日でもベタつかない、ごわつかないよ。女の子にもモテモテ。ある、モテモテか。それいいかも。ちっさ、この人の夢ものすごくちっさ。そらちは見てみたくない。あるか、きっとどんな夢でも思いのままある。そうだね、そらくん絵を描くの好きだって言ってたから、こういうのって興味あるんじゃない。やっぱり
な願いもバッチリお任せある。でもそういうのってどうやって絵に描くんだろうね。ねえ銀ちゃん、博覧会に連れて行くある。私も夢を掴んでみたいよ。だから何遍も言ってんだろ、あんなもんで夢なんか掴めるわけねえって。そんなに夢掴みてんなら駄菓子屋のくじでも引いてこい。この中にはたくさん夢が詰まってんぞ。そんな子供サイズの夢なんて興味ないやろ。バカにすんなよ。だいたい行ったところで展示品にされるわけじゃねえだろ。夢だ希望だ甘っちょろいこと言ってる前に現実見ろや現実。ということで今日は絵筆の出展を記念しての絵画コンテストが行われるようです。豪華商品の数々のほか、グランプリにはなんと一度だけ魂の絵筆を使用できる権利を得ることができます。皆さんのご参加心よりお待ちしております。でかい夢は無理でも、些細な夢くらいなら現実的だよな。全員配置につきました。これより警備に当たります。ああ、しっかり見張っとけよ。一度盗まれかけた代物だ。あれを狙う不定野郎がまだいるかもしれねえからな。前は取り戻したからいいもんな。ように盗まれたとあっちゃ新選組の名折れだ。まあそれはわかるんですけど。けどこんな警備の仕方で本当にいいんですか副長は。文句はうちの大将に言いやがれ。この作戦を考えたのは近藤さんなんだろうな。はあ、しかしどうだ、トシ。守備の方は。ん？どうした？近藤さん、絵筆の警備が重要なのは分かる。分かるんだ。なんで俺たちまでコンテストに参加しなくちゃならないんだ？普通に警備すりゃいいじゃねえか。仕方ないだろう。コンテストに警官の姿があったら気が散って絵が描けんと苦情が来ているんだから。それに俺たちのような無粋な連中がうろついてたんじゃお客さんも祭りを楽しめんだろう。かといって警備をおろそかにすることはできん。ここは俺たちがコンテスト参加者に化けて警備に当たる隠密お絵描き決死校で行くしかあるまい。まあ俺たちの仕事はいつだって裏方だからね。それで警備に当たるってのは付き合うさ。よし、それじゃ張り切って隠密お絵描き決死校を開始する。出るからにはバッチリ優勝を狙えよ。言っとくが俺は絵なんざ描かねえから。いいかてめえら、出るからには絶対優勝だ。